朗読娘の朗読部屋ラジオ、湯本和樹の高木への憧れ。こんにちは、朗読娘の湯本和樹です。朗読娘の朗読部屋ラジオ、湯本和樹の高木への憧れが YouTube チャンネル金谷放送と朗読娘にて配信中です。番組では私の趣味である登山や読書、朗読をテーマにお話ししていきます。私や朗読娘メンバーの好きな本もご紹介します。リスナーの皆さんからのおすすめや質問も大歓迎です。 X でハッシュタグ朗読部屋ラジオをつけてつぶやいてください。一緒にゆったりとした時間を過ごしましょう。このラジオのタイトル、湯本和樹の高木への憧れは、私と同じように登山が好きだった与謝野晶子の随筆のタイトルからつけさせていただきました。このラジオを通して朗読娘としても高みを目指していきたいと思います。ぜひお聞きください。